結論から言いようバイオハザード RE2 はリメイクとしては最高峰であることは間違いないただし一つだけ足りないものがあるバイオ RE2 は1998年にプレイステーションで発売されたバイオハザード2のリメイクだ。 ゲームエンジンはバイオハザード7レジデント・イーベルでも使われた RE エンジンが採用されておりそれによって特に不気味な表現は一流のものとなっているゲーム開始直後に出てくるこのチーズバーガーだがとにかくまずそうだチーズバーガーですらこのレベルなのだからクリーチャーともなればもっと気合いが入っているというわけだラクーンシティを徘徊するゾンビたちは今にもこちらに噛みついてきそうで種類も豊富だ 音を聞き分けて襲いかかってくるリッカーは剥き出しの脳みそを見せつけて恐怖心を煽ってくる生き残り全てを始末しようとするタイラントはグロテスクさこそないものの殺し屋という雰囲気がにじみ出ている新米警官のレオンと兄を探して町へやってきたクレアはそんなクリーチャーだらけになってしまったラクーンシティで命を懸けて戦わなければならない。 いやプレイヤーもまたラクーンシティに恐れおののく一人だろう音楽による演出も秀逸だ時に BGM は鳴りやみ環境音だけが流れる割れた窓に吹き込む雨風の音だけが聞こえるローカーでプレイヤーは慎重にスティックを倒さなければならないなぜならリッカーが出てくる場面では大抵そういった息を飲ませるような演出が発生するからだ もし見つかってしまった場合静けさは奴の叫び声で引き裂かれ鼓動が早まるのを感じるだろうこのほかにもタイラントに追われているときは足音が常に聞こえたり主人公たちが濡れると服についた水滴を払ったりと雰囲気作りは抜群である。 バイオ RE2 は単なるホラーゲームというわけではない原作通り探索とアクションを生かしたゲームシステムになっているのだ謎解きに関しては原作からかなり変更が加えられておりおおむね簡略化されている物語を進めるだけならいくつか最低限の謎を解けばいいがロッカーの鍵など細かい部分を解決すればアイテムが手に入るという作りになっている しかしこの変化よりもカメラワークと操作方法が変わったことによる影響の方が大きい原作「バイオハザード2」はかつてのバイオらしい固定カメララジコン操作であるしかしバイオ RE2 はキャラクターの背後にカメラがあるビハインドビューいわゆる TPS のような視点になったこうなると原作とは異なりゾンビの頭部などを自由に狙えるようになるし移動も思ったようにできるようになりゲームプレイそのものが大きく変わる ただ意外にもプレイ感覚自体はそこまで変わっていない自由に射撃ができるようになったもののゾンビはかなりタフになり特殊な倒し方をしないと復活するようになったとなるとプレイヤーはいくつかの選択を迫られる貴重な銃弾を使って徹底的に倒すかあるいはナイフや手榴弾といった緊急回避アイテムを使って乗り切るかもしくは回復アイテムをたくさん使って強引に進むかなどだ 手持ちのアイテムと睨み合いどの手段を取るか考えるリソース管理というのはそれこそかつてのバイオハザードやバイオハザード2の頃のゲームプレイそのものだモテるアイテムの数にも制限があるため身軽にしてアイテムをたくさん回収するかあるいは重装備で安定を取るか悩むのもゲームプレイの醍醐味だし原作のフィールをそのまま受け継いでいる ストーリーは要点こそ同じだがグラフィックもゲーム内容も解像度が上がったため理解しやすくかつ派手になっているしかし原作をプレイしたのならばあのシーンだとにやりとできる箇所も多く愛を持ってバイオハザード2をリメイクしたことが痛いほど伝わってくる バイオ RE2 のストーリーはレオンとクレアが同時に警察庁などを探索して脱出を目指すといったものになっているそのためまず一人の主人公でクリアするとニューゲーム「セカンド」としてもう一人の主人公の視点で遊べるようになる原作でこれはザッピングシステムと呼ばれており片方の主人公がとった行動がもう一人に反映されたりあるいは互いに物語が保管されるような形になっていた しかしバイオ r e 2ではこの辺りがほとんどカットされておりどちらのキャラクターを先に選んだとしても基本的にストーリーは同じなのだし原作のように通常とセカンドで戦うボスが異なるなんてこともなく最初と最後以外は流れが変わらないつまりバイオ r e 2ではザッピングシステムが事実上なくなっているそしてクリア後には特殊部隊の生き残りとなる「ザ・フォース r サバイバーや「 なぜか木綿豆腐として脱出計画を遂行する「ザ・豆腐サバイバー」といった原作から引き継いだミニゲームが待っているこちらも限られた装備でいかにゴールを目指すかという肝心な部分は変わらずしかしながら豆腐がやたらとリアルになったグラフィックや演出はかなり磨き直されゲームシステムも現代風に変更はありつつもきちんと原作の楽しさを再現できている やり込み要素も忘れていないしバイオ RE2 はほとんど火の打ち所がない完璧な作品だろうリメイク作品として見れば10点満点をつけてもいいはずだただそれはあくまでバイオハザード2のリメイクとして捉えた場合だ原作は20年以上も前に発売されたタイトルで レオン編とクレア編があるもののマップは同じで謎解きもかなり似ているやり込みは一部の物好きが遊ぶタイムアタックだとかあるいは本編の様素を流用したちょっとしたものだいやそれは当時のプレイステーションのゲームであれば許されたしかし2019年は十数時間何十時間もずっと新鮮な景色が広がる対策ゲームがゴロゴロ転がっている時代なのであるバイオ RE2 は本当にバイオハザード2の良質なリメイクであり それゆえに原作を大きく超えるインパクトを残すことはできていない。それが傑作のリメイクでも本作に付きまたをたった一つだけ足りないものである。